クローダは化粧品を中心とするパーソナルケア製品の原料及び工業を向け特殊化学品を製造・販売する化学メーカー。イギリスヨークシャー地方のスネイスに本拠を置き、世界約30カ国に拠点を持つ。日本法人はクローダジャパン株式会社、ロンドン証券取引所上場企業。1925年、ジョージ・ウィリアム・クローとヘンリー・ジェームズ同によって、 設立され、社名は二人の生命の合成からクローだと名付けられた。二人が始めた、化粧品、防水剤、比較等を利用した羊毛からのラノリン抽出の、取り組みはしばらく利益の伸びない状況が続いたが、クローの老いのフィリップウッドの尽力もあり、1930年代には、国内市場及び海外輸出を軌道に乗せた。第二次世界大戦中は、 カモフラージュ用のペイントや防虫剤などイギリス帝国の資源の生産を補う役割を果たし1950年にニューヨークで米国法人を開設1950年代には大手の化粧品メーカーがクローダの原料を採用するようになり1964年に株式公開企業となった以降企業買収を重ねて成長し1990年代には ロレンツォのオイルで知られる、副人白質ジストロフィー治療用オイルの開発に参与し、1997年にスキンケア向け化粧品に強みを持つフランスのサダーマを買収した。2000年代以降、特殊化学品に経営資源を集中させており、2006年にインペリアルケミカルインダストリーズから子会社アニクエマを買収、2018年にイギリスのバイオ企業である。 プラントインパクト PLC を買収した。現在のクローダの売り上げは、化粧品を中心とするパーソナルケア製品や医薬品、家庭用品向けの原料に使用される化学品が約9割を占めるほか、工業用の特殊化学品を生産している。日本での事業は1964年に3。 少々時との合弁事業として始まり、1989年に100%出資の日本法人である、クローダジャパン株式会社が設立された。東京にオフィスを持つほか、滋賀県東大見市に工場及び研究所を持ち、製肝剤、デオドラント剤やバスシャワー製品、ヘアケア製品やスキンケア製品など各種化粧品、医薬品原料の開発、製造、 販売を行っている。ありがとうございます。